サイブガスホールディングスは去年4月から12月までの第3四半期連結決算を発表しました。ガス事業における原料費調整による料金単価の上方調整などの影響により、売上高は前年の同じ時期より 23.7% 増の1781億円、経常利益は20億円となり、5期ぶりの増益となりました。一方で本業のガス事業は家庭用の販売量の減少などにより20億円の赤字となっています。手放しで喜べるような決算状況ではないと、今月3万やったよ、4万やったよとか言われますんですけど、非常に心苦しく思っております。2ヶ月連続で値下がりしているものの、依然として高い状態が続く家庭向けのガス料金について、道永社長は4月以降も落ち着いていけばと話しています。